り霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ん？ここは大変そうだし。あ、ここなんかは時給が高そうだわ。何を見ているんだ？バイトの求人を見てるのよ。いろんなバイトがあって見てて楽しいわ。今の時代いろんな仕事があるからな。でも昔の日本には今では考えられないような、やばい仕事があったことを知ってるか？全く知らないわ。どんな仕事があったの？それじゃあ今回はかつて日本に存在した、やばすぎる職業を10個ほど紹介していくぜ。お願いするわ。まずはじめに紹介するかつて存在したやばすぎる職業は、小便仲間だぜ。何それ、一緒にトイレについてきてくれる仕事かしら？いや、その仕事は誰が得するんだよ。小便仲間とは大阪で実際に尿の販売を行っていた業者のことで、農作物の肥料として売り買いをしていたんだぜ。小便街とも呼ばれていて、棒手振りのように片棒に小便を置け、もう片棒には大根を乗せたカゴを担いで、小便をくれた人には、大根を渡していたみたいだぜ。小便と大根を交換してくれたの？それはすごく羨ましいわ。江戸時代に入った頃から、平安時代には捨てられていた飼料が農作物の肥料として、大きな価値を持ち出したんだぜ。汚物処理の設備が整っている現代では考えられない職業だけど、設備が整っていなかった江戸時代なら、需要がありそうな仕事ね。現代でも復活してくれないかしら？いや、いくら大根がもらえるとしても、自分の小便を見ず知らずの人に渡すのは嫌だろ。確かに恥ずかしいわね。二つ目に紹介するかつて存在した職業は、芋売りだぜ。これは今でもあるんじゃないの？爬虫類とか両生類が売ってるペットショップがあるじゃない？確かに売っているのは両生類の芋売りだが、この芋売りで売られているのは、芋売の黒焼きという芋売の丸焼きなんだぜ。芋売の丸焼きってよく魔女が持ってたりするイメージの？まさにそれだぜ。江戸時代には、好きな人と結ばれるために、これ薬と言われていた芋売の黒焼きを、買い求める男性が多く存在したらしいんだ。江戸時代は恋愛に奥手だった男性が多かったと言われており、そんな男性が当時よく買い求めたらしいぜ。確かに芋売の丸焼きは惚れ薬とか、ちょっとオカルトチックなイメージがあるけど、実際にはどういう使われ方をしたの？当時の使われ方としては、そのまま食べるのではなくすりつぶして体に振りかけていたんだ。オスの芋売の黒焼きを自分に振りかけ、メスの芋売の黒焼きを好きな相手に振りかければ、お互いに惹かれて相手が振り向いたと言われているぜ。完全に黒魔術じゃない。ちなみに交尾器のイモリのオスとメスをそれぞれ節を隔てた竹筒の端から入れておくと、お互いの恋心が募り、一晩のうちに節を食い破って交尾したという言い伝えから、このイモリ売りは流行したらしいぜ。どんな障害があっても乗り越えられる。恋のパワーはある意味本当の魔術ね。三つ目に紹介するかつて存在した職業は、ケダモノ屋だぜ。今度こそライオンとか狼専用のペットショップかしら？残念ながら今回もペットじゃないし、ライオンが初めて日本に来たのは、明治時代でそこまで昔でもないんだぜ。明治時代でも十分昔よ。ケダモノ屋とは江戸時代に実在した職業で、主にイノシシ、サル、鹿などの野獣の肉や皮を売っていた店なんだ。そうした野獣や蝶の肉を売るだけではなく、料理として食べさせていた店もあるみたいで、今では考えられないがタヌキやキツネ、猫や山犬、カラスなんかも提供されていたんだ。カラスなんかも食べていたの？どんな味なのか想像もできないわ。また江戸麹町平川町にあったものが特に有名な店とされていて、ケダモノ屋の他にもモモンジ屋とも呼ばれていたんだぜ。鹿やイノシシのお肉ならまだ食べられるけど、猿やカラスのお肉だけが食べられる気がしないわ。犬や猫もなかなかきついぜ。四つ目に紹介するかつて存在した食用は、鳥の糞害だぜ。上の三つはなんとか理解できたけど、これは意味がわからないわ。鳥の糞解は名前の通り鳥の糞を買い取る仕事だぜ。買い取るってお金を払って鳥の糞をもらってるってことでしょ？本当に理解できないわ。バカバカしく見えるが意外にも頭のいい発想から生まれた職業なんだ。江戸中期以降になると庶民の暮らしはより安定し、ゆとりが生まれたことから、家でペットを飼う人が増えたんだ。その中でも特に人気があったのが、ウグイスなどの鳥の飼育で、鳥の専門店があったり、種類ごとの鳥の飼い方の本なども出版されるほどだったんだ。しかし鳥を飼うとなると、掃除が大変で、特に糞の掃除は大変手間がかかるんだ。そこに目をつけ登場したのが鳥の糞害だったんだ。実は江戸の女性は当時、ぬか袋に少量の鳥の糞を混ぜて、肌を磨いていて、鳥の糞は美顔料としても取引されていたんだ。実際にウグイスなどの鳥の糞には、酵素がたくさん含まれ、質層が柔らかくなって肌のキメが細かくなる効果や、肌のくすみが取れて、色白になる効果があるらしいぜ。鳥の糞を顔に塗りつけるの？美容にいいと言われても絶対嫌だわ。それだけではなく、鳥の糞は民間薬や着物の染み抜きの材料としても、需要があったみたいで鳥の糞害は、
鳥を飼っている家をたくさん回り、買い取って集め、糞に様々な用途を見出して商売に変えた。頭のいい商売と言えるんだぜ。いつの時代も常識にとらわれない発想ができる人が、大成功するものよね。私も何かの糞を買い取りに回ろうかしら。美容技術が発展した今の時代にそれをしても、ただのヤバいやつになるだけだからおすすめはしないぜ。いくつ目に紹介するかつて存在した食用は、親孝行だぜ。親孝行は食用じゃなくて、育ててくれた親に恩返しすることじゃないの？現在の親孝行はそういう心が温まるものなんだが、親孝行という食用はそんないいものじゃなかったんだ。親孝行は江戸時代後期の天保年間に登場した珍商売で、老いた親を背負い親孝行でござと呼ばわりながら、街を歩き回り、なんだい、関心だね、小屋と、関心した人から銭をもらっていたんだ。仕事というか物乞いじゃない。確かにな。だがもっとヤバいのは、親孝行で背負ってるのは実は親でもなんでもなく、ただのハリボテ人形だということなんだぜ。え、もはや親も登場していないじゃない。ちなみに、本物の人間二人組が片方を背負って、親孝行することも多かったみたいだが、いずれにしても親孝行ではなかったみたいだぜ。こんな商売が成り立つなんて江戸は不思議な町ね。六つ目に紹介するかつて存在した食用は、一人相撲だぜ。相撲は二人でするものじゃないの？確かに、相撲は二人でするものだが、一人相撲は相撲の真似をした芸のことなんだぜ。楽器があり賑やかだった江戸は、街角の芸人も多かったんだ。そして江戸時代から相撲は大人気だったらしく、その相撲人気にあやかって一人相撲という芸をする、芸人が出てきたんだぜ。その芸の内容はまず、帯を締めない着物姿で、裸足の中年の太った男が手拭いと扇子を持って登場。そしておもむろに扇子を開いて差し出して、行事の真似を超えたからかにして、芸が始まるんだ。次に、力士のモノマネをするんだが、鼻を噛む仕草や土俵に上がる前に水を飲む仕草など、細かい力士の癖まで真似して、見物客を引きつけていったみたいだぜ。力士の真似だけかと思ったら行司さんの真似もするのね。行司のモノマネ、力士のモノマネから取り組みまで、一人で全てこなしているとは、思えないほどの迫力だったらしいぜ。これは少し見てみたかったわ。七つ目に紹介するかつて存在した職業は、女髪結いだぜ。これは今でいうスタイリストさんみたいなものかしら？まあそれにかなり近いものかもしれないな。女髪結いは江戸時代に存在した女性専用の美容師なんだ。江戸時代初期までは、女性は髪を束ねるくらいで、髪を結う習慣はなかったらしいが、商法慶安の頃に瓶付き油が考案され、女性の髪が聖地に言われるようになったんだ。そんな中、江戸吉原の遊女勝山が始めたという、後頭部で言った曲げで前方に向けて輪を作る勝山曲げが、一般にも大流行したみたいだぜ。庶民らが髪型でおしゃれを楽しみ出した頃、女髪結いが現れたと言われており、女髪結いは巧みに女性の髪を結ったので、これが流行したみたいなんだ。しかし驚くのはその価格。現在の美容室料金は、3000円から5000円くらいだと言われているが、女髪結いの料金はなんと現代の価格で約4万円と、かなり高額になっていたんだぜ。4万円？現代みたいにパーマのカラーもなしで、4万円は相当なお金持ちじゃないと利用できないわ。最初の頃、女髪結いに仕事を頼むのは、遊女や芸者などの一部の女性だけだったんだが、やがて一般の女性にも浸透していき、価格もリーズナブルになっていったらしいぜ。八つ目に紹介するかつて存在した職業は、落ち毛会だぜ。これは頭が寂しい人がカツラのために、人の抜け毛を集めているのかしら？お、大体は正解だぜ。女髪結いの次になんて悲しい職業を紹介するのよ。まあ正確に言えば、頭が寂しい人が抜け毛を集めるんじゃなくて、頭が寂しい人のために髪を集める仕事だぜ。落ち毛会とは抜け毛を拾って集めたり切った髪を、買い集める商売のことなんだ。買い集めた髪の毛は、かもじやという付け毛やカツラを製造販売するお店に、売っていたみたいだぜ。抜け毛を拾う職業まであったなんてとても驚きだわ。この職業についていたのは主に女性だったみたいで、理由は男性では女性の抜け毛をもらいにくかったから、らしいぜ。確かに、見ず知らずの男性に、髪の毛を渡すのは抵抗があるかもね。9つ目に紹介するかつて存在した職業は、中将優だぜ。これは名前から予想ができないわね。一体どんな職業なの？この職業はかなりヤバいから少し閲覧注意だぜ。覚悟して聞くわ。中将優とは堕胎を専門にする女医を意味する言葉なんだ。なんて悲しい仕事なの。中将優を利用していたのは花魁や遊女の女性だったんだ。彼女たちは仕事柄男を相手にしている以上、妊娠は避けられないんだ。しかし今のようにピルなどの薬がない時代だったため、中将優という堕胎を専門とする女医が誕生したんだ。
だが方法は非常に荒っぽく、強引に流産、死産させる方法であり、水銀と米粉を混ぜ合わせた錠剤を妊婦に飲ませていたんだ。母体を傷つけ命を縮めることもほぼなく中絶できたことから、当時大ヒットしてしまい、おつぼねまでもが愛用してたみたいだぜ。今の時代でも中絶は問題になっているけど、避妊技術が発達していなかった時代には、今よりも多い数の女性が苦しい思いをしていたのね。最後に紹介するかつて存在した職業は、山田浅右衛門だぜ。山田浅右衛門、ただの人の名前じゃない？実はこの職業は誰もが知ってる職業なんだぜ。誰もが知ってる？ああ、正解は死刑執行人だぜ。昔の死刑執行人って、まさか首切りの？そういうことだぜ。山田浅右衛門は江戸時代に御様御用という、刀剣の試し切り役を務めていた山田家の当主代々の名乗りで、死刑執行人もかね、首切り浅右衛門、人切り浅右衛門とも呼ばれていたんだぜ。山田浅右衛門はかなり裕福だったらしく、試し切りで培った知識を生かし、刀剣の鑑定も行っていて、その礼金もかなりの額だったらしいぜ。さらに驚くべきは、罪人の死体の肝臓胆嚢脳などを、原料にした薬を作って山田丸、人胆丸などと、称して販売していたことなんだ。当時は結核に人肉が効くとされていたらしく、多くの人がこの薬を買い求め、浅右衛門に莫大な収入をもたらしたとされているぜ。人の首を切ったり人肉を薬にしたり、浅右衛門ってかなり恐ろしい職業ね。そう思ってしまうのも無理はないが、浅右衛門は処刑した罪人の供養や貧民救済も行っており、六代義明が建てた警視社の供養塔が、池袋の松雲寺に現存しているんだ。さらに、当時は最後の言葉として短歌やホックを、残す人が多かったため、その意味を理解するべく、浅右衛門は徘徊を学び、罪人の死や自らの仕事に、真剣に向き合っていたんだぜ。自らの恐ろしい仕事に背を向けずに、死と向き合い続けた立派な仕事だったのね。その立場上、当時は恐れられ忌み嫌われることが多かっただろうが、江戸という時代を語る上で重要な職業なのは間違いないぜ。それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。